Christ! I am Kumu-kun Rain!独眼鉄の円盤の時にですね、円盤の動画にしれっとこのディーノのね、鳥を倒せるみたいなことが書いてあったんですよ、コメント欄に。ですので、本当かどうかやってみようかなって。倒したことないんで、避けようとしてさ、こう半分ぐらい削られるっていうのが毎回のパターンなんで、本当かよということで検証してみたいなと思いました。ライデン、一番手はライデン。倒せなくね、これ。当たんないよ。ほら、は？は？弱っ、ライデン。ヒエン。いや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 。当たんないじゃん。しかも上から縦に来んのさ。当たんないですよ、これ。鉄の爪。隠し千本。いやいやいや、は？無理無理。結構このコンボ攻撃でこの鳥をね撃ち落としたいんだけど、どうなんだろう。いやー無理だな。トラマル、いや当たん、今さ、だって当たんなくない？これ、いやー無理だな。やっぱトガシ、いや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 、当たってるじゃん、絵的にはさ。ほら当たんないじゃん、これ判定がよくわからない。ああ無理だな、倒せねえよ鳥。大本命の J で行くぞ。こいつ動き早いんで。いやいやいや、はぁ、無理じゃねこれ。だって当たんないんだもん、殴ってんのにさ。こんなに戦闘力の高い鳥見たことないよ、自然界で。うわぁ、ちょっとね、厳しいんですよ。なんか何回もやってもね、当たらないんで。で、ちょっとね、ピンときました、これ。ずっとやってたんですけど、あ、無理だなって思って、心折れそうになって、で、その時にふとね、ひらめいたんですよ。それを、ちょっと試したいなって思ったんで、またちょっとリーノの場所まで行って検証してみたいなと。ひらめいちゃったんで、暴れ発着みたいに。よし、これならいけるだろう多分。どうだ、うお、いったいった、入った、切り落とした今鳥。
見ました。完全に入りましたよ。2しか減ってないんで、リーノが出てくるまでに。本来ならここで半分ぐらい削られるっていうのがデフォなんですけど、一応取り倒せましたね。刀で一応切り落とせました。でもね、強いんだよこっからが。またただでさえね、このほら凶悪なんで、取り倒したところでいけんのかっていう問題が出てくるんですよ。今度本体も結構強いっていうか最強なんで、最強王座王者リーノ絶対王者なんで、怒るぜトガシ。やばい、あと2マスしかない。あーやばいな、これいけんのかよこれ。これ急にね詰めてくるんだよね。あの無知を狙ってきた時に敵が詰めてくるんだよ急に。こう様子を見てフラフラーっとしてて、実はねこっちの動きをよく見てんすよ相手は。何も見てないように見せかけてこうね、ちゃんと見てるんですよ。道化師のようなやつですからね、そういう見透かしてくるんですよ人の心理を。うまーく、おい、いけるんじゃねこれ。あーぶねー、今無知狙ってた、無知。あーっと、あと一発、あと一発。おっしゃ、入った、いった、いけましたね。取り倒してからのディーノ封じ、封じてないけど全然。こっちも死にそうだったけど、あの一応冒頭の鳥を刀で切り落とせましたね。カシャってこううまいこと狙って、そしたらすぐリーノの本体が現れたんで、